シャーズナブルです。はい、冗談です。志村新八です。本日は銀魂晴れ祭りにようこそお越しいただきました。3年ぶりにここ両国国技館に戻ってまいりました。ありがとうございます。いや、うるせえよ。なんで僕だけ呼ばないんだよ。まあ、この前説といえば僕とエリザベスの恒例のくだらないって、あれ、おつーちゃん、新八くん、どうしたの新八くん、今忙しい？今開演警告映像への V 振り中なんだけど。忙しいなら無理しないでんでん虫。いいよ、こんな台本どうとでもなるし。どうせ1分経ったら V は流れるんだし、おつーちゃんのためならば。新八くん、ありがとう。キビウンコ、さては何か相談かな。このクールで全然おつーちゃん出番なかったから、密かにややマンネリ化したおつーライブがいよいよなくなるかもと心配していたところだったんだよね。お前、それでもお前の母ちゃん、 あれアカペラ、おつーちゃん、放送コードが、放送コードが、いや、ちょっとおつーちゃん、まさかとは思うけど、ピートの合わせ練習だって、ややマンネリ化したおつーライブがいよいよなくなるかも。なんだモンキーマジック、全部聞こえてた。だから私一大決心したよ。あ、どうしたのおつーちゃん、何を決意したの。今日のステージで私ます。そこピーいらねえ。教えて銀子先生。はーい、教えて銀子先生のお時間です。グレートティーチャーでも銀組でもないので、そういう期待はしないように。ペンネーム両国童貞さんからの質問。メールはじめまして。銀魂の両国国技館イベントに今回初めて来たんですけど、守るべきマナーとかってあるんですか、教えてください。はい、では今から両国童貞さんのためにナイスバディな銀子さんが両国での注意事項を筆下ろしします。1つ目、携帯電話はマナーモードに設定すること。パチヤー、ちょっとちょっと聞いて、今銀魂晴れ祭りに来てるんだけど、くぎみ超かわゆすなんだけど。おすぎちょっと何言ってるかわかんない、ウケるんですけど。大ちゃんマジ新八じゃない。とか、会場にいねえ友達にも言いてえかもしんねえけど、通話なんてもってのほかだから注意するように。2つ目、映像の録画、音声の録音は禁止です。あ、その辺に仕掛けてあった盗撮カメラとかはうちの男子たちに大体片付けてもらったから、仕掛けたやつ諦めるように。3つ目、開演中にトイレに行きたくならないようちゃんと用を足しておくこと。くれぐれも男子トイレと女子トイレを間違えないように注意すること。男子トイレと女子トイレどっちに入っていいかわからなくてのぐす、フリーダムうんことか問題外だから覚えておくように。あと、危険物の持ち込み、馬の乗り入れ、マヨネーズの取りすぎも禁止です。先生、ちょっとそれどういうことよ。お前ら、わかった？じゃあ、始めます。何これ。多分あれですわ、4月に放送再開した時の一番最初のあの記者会見場だよこれ。でも銀ちゃん出てこないから、結局これも BG オンリーみたいなもんだよね。うん、このイベントスタッフこの BG オンリーで始めるの好きですよね。しかもさ、この映像見てる僕らもさ、後ろ姿が映ってるだけじゃん。これもある意味 BG オンリーだね。いつまで続くのかな。
坂下さん、あのあキンプリの歌を歌いましょう。キンプリってなんだよ、せめてアイカツにしろよ。大体な振りが雑なんだよ。じゃあ宙吊りとかやっちゃいましょうか。あいいっすね。宙吊りとかやめろ。杉田くんもね、いいねじゃないよ。杉田くんがね、前にね、次の両国では坂口さんが宙吊りになりますって言っちゃったからね、あの後ね、スタッフ本当に大変だったみたいだよ。いいじゃないですか、減るもんじゃないし。増えてるの、予算とかいろいろさ。おお、飛んじゃいます。飛ばねえよ。飛んじゃいます。飛ばねえよ。お、そろそろ銀さんが。えい、えい。次の方、どうぞ。懺悔ってほどのものじゃないが、三億円の宝くじに当たったくらいでモヒカンの幻影に踊らされた己の不甲斐なさは反省して、せいか、そもそもあいつにさえ会わなければ三億円をマヨネーズに換金できたはずなのに、あいつのせいで散々だったので悔い改めるべきはあいつだと思います。たまたまもらった宝くじがたまたま当たってる確率なんざ、たまたま生まれた双子がたまたま二人ともオカマでたまたまいらずだったくらいの天文学的たまたまでったぞ。もう落ち着け。とにかく換金しないと、ピーコの大関のたまたまを。違う、宝くじだ、宝くじ。一旦3億をマヨネーズに換金する方が安全だ。そうだ、マヨネーズ御殿、マヨネーズプールに変えて、その上で俺が預かってるだけだ。土地はマヨネーズなら資産価値もそう上下しない、すぐに返せる。よし、そうとなれば早速銀行に。こいつは世界が違って見える。みんなモヒカンに見える。消え失せろ、モヒカンども。お前たちはもう死んでいる。おいおい、あっぶねえな。何やってんだってね。やばい、モヒカンどころかよりによって今一番会いたくねえやつにラオウに出くわしちまった。こりゃ慰謝料3億ぐらいもらわねえと気がする。3億なんて持ってるわけねえだろ。いや、分かってるよ、冗談だろ。冗談でも言っていいことと悪いことがあるだろ。謝れよ、俺と3億に謝れよ。俺が謝るの？俺が悪いの？何なんだこいつ、なぜ3億という数字を。まさか知っているのか。知ってる？あの3丁目のタバコ屋、3億出たらしいぜ。俺もあっこでバラ10枚買ってたんだけどさ。こいつだった。三国の宝くじ、こいつもだった。なぜだ、よりによってなぜこんなチンピラ侍に3億が。こんな奴に3億明け渡すくらいならいっそケツ拭いて便所に流す方がマシだ。こいつ懐に何か。まさか紛失届出すから見つかったら教えてくれ。この世からな。相当だ、そっちがそのつもりなら。いや、違う。何ぼーっとしてやるんだ。うわー、あぶれ、モヒカンによる硫酸攻撃だ。なあぶれ、モヒカンカーによる特攻だ。なあ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 。どけよ、俺は邪魔なんだよ、クソレモヒカン。土方くん、それ、本物のモヒカン？天はこう言っています。そのうち蓄積されたマヨネーズが吹き出すことでしょう。アーメン。性別まで変わってんじゃねえか。次の方、どうぞ。俺には懺悔すべきことなどない。後悔せずに生きるのが侍というものだろう。強いて言えば、未だエリザベスが口を聞いてくれないのですが、怒っているのでしょうか。
皆の者よく聞け。我らが盟友坂田銀時が長文の首を挙げてより数日が過ぎた。しかし未だ銀時は帰ってこない。やつならば幕府の監獄などたやすく突破できると思っていたが、おそらく予期せぬ異変が起きたに違いない。そこでだ、天下の滞在人として江戸城に囚われた銀時を救うため、この桂小太郎、江戸城に乗り込むことを決心した。分かってる、あまりに危険な行為であることは。しかし盟友が死にゆくところを見過ごすことも俺はできん。だから止めてくれるな、決してついてくるなよ。もう一度だけ言う、決してついてくるなよ。もう一度だけ。そもそもリーダーなんて別に何もいいことないし、リーダーの話なんてもう誰も聞いてないし、松岡なんて完全にリーダーのこと舐め切ってるし、みんなドラマとかバラエティやってる中リーダーって主人公ばっかだし、もう一緒に上位獅子なんかやめて新ユニットお江戸でも作らんくばっか。誰がいつ上位獅子になった。どこで大声で愚痴ってんだてめえは。助けに来たのか邪魔しに来たのか、どっちだ。助けてもらいに来ました。この最悪の状況の人間に助けをこいますか。早くここ開けろよ。そもそもてめえが将軍なんて連れ帰るから、俺もお前もこんな目に遭ってんだろうが。将軍じゃない、翔ちゃんだ。どうでもいいです。あ、エリザベスさんから一言あるようです。エリザベス！次の方、どうぞ。魂がクソバヨ野郎と入れ替わったことにより視聴者の皆様に混乱を与えてしまったことを懺悔します。つうか他にもいろいろ入れ替わって誰が誰だかよくわかんねえし、入れ替わった演技とか超やりづれえし、こんな話を書いたゴリラ原作者には反省してもらいたいです。けがらわしい連中め、姉さんから離れろ。俺の飼い主は姉さんだ。俺はどこにも行かねえ。どこまで懐いてやがんだバカタメ。そうなったらやるしかねえ。野郎から力ずくでてめえの魂を引きずり出せ。やれんのか。やれますよ。今度は心と体はバラバラでも僕らの目的は一つ。僕らは二人のリーダーから自由と規律を知った一つの組織です。そうかい。じゃあ給料はそっちもつれ。行くぜてめえら。俺たちの本当の体を取り戻せ。ゴリラ原作者には地になるという罰が与えられるでしょう。最後の方のようです。どうぞ。死なせない。もう誰も。みんなで一緒に生きて帰るの。あと少しここを抜ければ、あの頃みたいにみんなでバカやってた、あの頃みたいにきっとまた帰れるよね、キイさん。仕組んだ王殿のために死ぬ奴はただのバカなんだ。ただの立ち子のために死ぬ奴は
そいつはもっと大バカ者だろう。どこに行かれるんで、逃げている面には見えないね。どいてくれ。分かっている。皆が世のために戦ってくれているのは、だがこれ以上私のために人が死に行くのはもう見ていない。じゃあ死ぬか。全部ほっぽり出してここで、今まであんたのために死んでいった命全部ぶん投げて楽にしてやろうか。それとも無数の屍踏み台にしてそれでも生きるか、あんたの好きな方を選べ。一つ言えんのは、あんたがあんたの戦いから逃げようが、俺たちは俺たちの戦いから逃げるつもりはねえってことさ。彼らは私にとってただの家臣ではない、大切な友人なのだ。諸君、あいつはあんたの出し子は死んだりなんかしねえよ。なぜならあいつには俺の出し子がついてっからだ。諸君、あんたはこんなところで死んだりしねえよ。なぜなら、なぜならあんたには俺たち、ダチ公がついてからだ。さて、どうしたもんかね。どうもこうもねえ。相手が誰だろうがやらなきゃやられる。それだけだ。どうやら今や僕たちが将軍様を唯一守れる最後の中心みたいですからね。冗談きついぜ。よりにもよって最後に残ったのがこれか。面接からやり直して気分だ。そのまま返すある。翔ちゃんを守って討ち死にならまだし。てめえらの心中だけはごめん、こぐるぜ。立って、走るの。走りなさい。あんたの務めはまだ残ってるじゃない。私たちを置いてどこに行くのよ。頭、あんたたちはその身命を閉じて将軍の命をここまで繋いでくれた、里を守ってくれた。でも本当に果たさなきゃならない務めはまだ果たされていないでしょ。生きて帰るのよ。将軍と一緒に、私たちと一緒に、あの江戸にみんなで帰るの。それがお庭番衆である前に、将軍である前に、友達が果たすべき務めよ。いつか世が将軍になる時が来たら、一緒に戦えるといいな、この国がために。苦悩の投げ方はそうじゃない。しっかり逃げれ前座を。忘れてはおらぬぞ。ようやく会えたな、私のお庭番衆。高杉、俺はてめえが百のものを捨てる間に千のものとつながってきた。俺はてめえが千のものを壊す間に万のものに助けられてきた。たかが幾千の軍勢がどうした。俺たちはよろずを守ってきた三人だ。俺たちはよろず屋だ。キラギラ新八行くぞ。ふむふむ、久しぶりに再会した兄弟への挨拶がげんこつだなんて、少しはやとらしくなったじゃないか。お兄ちゃんは嬉しいぞ。だけど一つダメだし、お兄ちゃんに対して図が高い。
悪いけどお兄ちゃんは社会人忙しいんだ。おいしいところを新助にと。どこ行くあるか。お前の相手は国なんかじゃない、私ね。しつこいな。どこ行くの。マミーを置いてどこ行っちゃうの。失せろ。右手を使うのを待ってたある。おい、どこのチンピラシータだかな。そんな顔で見ないでよ。あんたも同じだろ。同じバカの目はごまかせないってね。血の匂いを嗅ぎつけここにたかってきた人殺しの目だ。能天気に四六時中傘さしてるやつは宇宙共通行かれてんのか。地球のおまわりなめんな。ずっと変わってたあるな。私にお前の癖が見抜けないとでも。怪我してくるたびにそうして隠してた。マミーに心配かけまいと。もうマミーなんてどこにもいないのに何に怯えてるあるか。お前私はもうお前の知ってる泣き虫の妹じゃないある。さてこお前の背中を見つめるだけの弱虫の妹じゃないある。この国が、この星が、みんなが教えてくれた。みんなこの侍の星が私に教えてくれた。私はこの星で生まれたカグラール。誰にも私の故郷を好きにはさせない。カムイ、今度こそお前を止める。順調じゃないか。これでまた海賊王に一歩近づいた。いずれ皆殺しにするつもりだったんだ。一つにまとまってやりやすくなったろ。こんなんじゃ倒れないよ、俺も新助も。あの泣き虫だって立ち上がってきた。何度倒れても、なら俺もこんなところで倒れられない。なぜならお兄ちゃんだから。どうせ土の肥やしになるなら花道だろうがあぜ道だろうが同じだ。なら俺は大将の隣で死ぬ。言ったな。ならば俺の背中最後まで守ってみろ、トシ。俺が死なねえ限りお前も俺を置いて死ぬことはあるめえな。やれやれ、できるだけ潔く退場してくれることを願うぜ。くっ、笑えねえ冗談だ。行くぞ、侍と忍びの最後のあがきを見せてやろう。まだ死んじゃいねえ。将軍には、この国にはまだ俺たちがいる。俺たち新選組がいる限りこの国は簡単には取れねえよ。だろ、近藤さん、土方さん。また俺に原骨でもくれに来たか。
半端やってんなって俺を止めにでも来たのか。もういねえよ先生なんて。どこにもいねえ。俺たちを止められる奴はもう俺たちしかいねえんだよ。頼む！面を思い出すたび傷がうずきわめく。なぜ俺たちを見捨て先生を救わなかった。お前ならきっとできた。あの時約束したのに。お前こそ誰よりあの人を救いたかったはずなのに。なぜなぜ俺たち